だ。やれやれ、やばいか。さらじゃらじゃ。タイトルが思い出せないわ。あの派手髪の考察系 YouTuber と、よく喋る脚本家のやつ。うわ、なんだっけな。無限まやかしだ。高島康之です。高野湊です。無限まやかしとは、映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、すなわちまやかしを無限に貪り続けている私たち2人がそれらの感想や考察を述べていくラジオでございます。というわけで、テレビドラマの話を最近あんましてなかったなと。そうですね、エルピスぶりですか。かもしれない、本当に、ね、ちゃんとはやってないですね。そうですね。で、僕はテレビドラマをね、毎クール30本から40本見るお仕事をしているんですけれども狂ってんだよ、やっぱ枠が多すぎる問題もあるわ。あ、なんなら増えてんじゃない？増えてる。どんどん増えてる。ねえ。うん、大変だなって思いますけど。でも一方で高野さんはね、ほぼテレビドラマ見ないと。はい。いうことで。もう本当自慢できないことですけど、本当に見ないって。不思議な職業だよな。本当に見ないですよ。見ないけど書くっていう。いや、不思議だよな。いや、でもまあ、それに準ずるものは見てますよ。海外ドラマとか見ますけど。ねえ。で、今期。はいはい。まあ、どうなんだろうな。まあ、局地的になのか、僕の周りでなのかわかんないですけど。はいはい。ダントツで話題になってるドラマがありまして、はいはい、日テレの日曜ドラマ、お、だが情熱はある。これね、ちょっとすごいんですよ。そうなんだ。いや、これさ、うん、僕ね、あの、1話だけ見たの。はいはいはい。で、俺も気になってた。見ない人間でも。なんでかって言うと、やっぱ山里さんと若林さん好きだから。はい、はい、そうだよね。俺なんなら2人のエッセイは読んでるもん。あ、そうですよね。それくらいには好きだから。うん、気にはなってたけど、まだ1話見たってくらいなんですけど、はい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 、やっぱ局地的な熱はやっぱ強いですね。いや、すごいですね。あ、そう。うん、で、まあ今、地上波で4話放送されて、うん、次で5話っていう感じなんですけど、うんうん、なんかね、これ何を見せられてるんだっていうような、こう不思議な感じがまずあるじゃないですか。まあまあ、俺もなんか不思議な感覚になるわ。うん、なんか、あの、二人のね、その若林さん役と山里さん役っているわけですけど、はいはい、うん、あれなんか、俺の感覚ですけど、はい、なんか、演技というよりも、そう。そうなんか、トレースとか憑依とか、そう。なんか、でもないしな、みたいな。なんだろうな、みたいな。まあ、ざっくり説明すると、うん、オードリーの若林さんと、はいはいはい、南海キャンディーズの山里亮太さんの、うん、役をですね、ジャニーズの高橋海人さんっていう人と、森本慎太郎さんっていう人がやってると。はいはいはい、で、二人とも、かっこいいですよ、もちろん。まあね。で、演技も上手ですよ、もちろん。うん、でも、モノマネをしてるんですよね。そう、モノマネです。そう、確かに。うん、モノマネの方が近い。そうですよね。その演技とモノマネっていうので、うん、なんかメーターがあったとしたら、うん、モノマネにかなり触れてる。そうですよね。うん、で、不思議なことに、高校生の時ぐらいから始まって、うんうん、で、多分現在に行くんだろうなっていう、あ、その現在に近いところも出てきて、こう、行ったり来たりする構成になってるんで、でも、これどうやってやるんだろうな、みたいな。その発表された時には、あ、なんか美化するのね、みたいな。ああ、そう、俺も。思ったじゃないですか、一瞬。本当に正直、うん、それで一番引いたの。あ、まあね、うん、まあね。俺は若林さんと山里さんが好きで、うん、あの、だが情熱はあるの最初の情報の時に、うおーって上がったの。文字だけの情報の時ね。うん、でも、キャストが発表されて、うん、はい、二人ともかっこいいジャニーズですって言った瞬間に、うんうん、一番、ああ、もう、ああ、って言って。ね、それは、でもね、結構、お笑いファン側の気持ちとしては、すごいわかるんですよ、うん。で、ジャニーズのファンの方々も、うん、高橋さんのファンの人も、森本さんのファンの人も、うん、なんか、どういうことみたいな。そうそう。これは得なお仕事なのっていう感想は持った人は多分結構いると思うんですよ。うん、なんか、戸惑いが大きい。うんうん、なんでっていう。そう。で、その、なんだろう、かっこよさで売ってるわけじゃない、うん、その考え方とか、うん、そのおしゃべりの器用さとか、そう。で、こう、カリスマになってる、現役の、うん、で、しかもこれから地位がもっと上がっていくであろう人たちの二人をピックアップして演じることが、うん、そう、若手俳優にこうどういった得があるのかっていうのは、うん、これがもし志村けん物語とか、明石家さんま物語とか、だったらわかるじゃないですか。そう。その、もうこれ以上地位が変わんない人たちだから。まあね、あとあの、この山里さんと若林さんの二人のエッセイとか、うん、これまでのこととかを知っていくと、うん、間違いなく、ずっと鬱屈とした人生を送ってきた人たちだから、その鬱屈とした
感じを、普段キラキラしたことやってる人が、やることって、なんなのっていう。なんか、ともすれば無理してるように見えるだろうし、ともすれば、いや、そんなかっこいい人がそんなことやったって共感できないよ。っていうような損の仕方もめっちゃあり得るじゃないですか。いや、全然あり得る。っていうことで、やっぱ発表された段階で、しかもポスターがバンって出た時の段階、とかでは、やっぱ山里さんの方が結構似せてるんですけど、若林さんの方は高橋さんのかっこいいまんまで、みたいな、みたいな感じだったんですけど、始まったら始まったで、そんなちゃんとコピーするんかいみたいな。いや、俺も1話見た段階で、そういうコピーするんだって。なんか仕草とか、その着てるもののジャンルとか、なんか袖の丈感とか、あと、漫才でこう出てくる時の歩き方とか、目線の使い方とかを全部やってるわけですよ。なんでっていう。いや、すごいよね。そう。なんでっていうのが、でも、その凄さに、こう、だんだん、こう、遅れを取ってきちゃって、あんまなんでって思わなくなってきたんですよ。ああ、もう4話まで見てる。そう、うん。なんかもう、もはやさ、もう、モーションキャプチャーとかに近いかもみたいなくらい、もうその、本当に動き一つ一つ。だから、そうね、俺ちょっとね、ダンスの振り付けに近いのかもと、それ。ああ、なるほど。なんか、そんくらい、一挙手一投足を、コピーするっていうことをやってて。なるほどね。これ、なんかすごいことやってるなと思ったんですけどね。あと僕はね、ちょっと思ったのは、その伝統芸能の、ああ、そう、師匠の所作を真似るとか。わかる。そう。男子の、弟子の方が、男子っぽいとか。はい。武志軍団の人の中で、武志さんの喋り方する人みたいなのあるじゃないですか。ある。そういうのに近いものかなっていうのは、結構思って。ああ、思う。なんかそう考えると、全然変なことでもないというか。確かにね。あ、なんか、その芸を、こう人の中身ごと継承するっていうことはまあ確かに別に昔からあることだしな、そうね、なんかこういろんな納得の仕方はこうあるなと思うわけですよ。はいはい。でまあ何がすごいかなっていう話は結構いろんなポイントがあるんだけど、一個ドラマのテーマ全体として何が納得できちゃってるかっていう話をすると、なんかこの人たちの話って参考になるのかなとか、あとテレビ好きな人とかお笑い好きな人じゃない人が見る理由なくないかなみたいな。ああ、なるほどね。のが、こう企画段階での突っ込みどころだと思うんですよ。うんうんうん、で、最初のナレーションみたいなところでも、参考にはならないかもしれないが、みたいな。はいはいはい、だが情熱はあるっていう、その個人的なエピソードであることを強調するナレーションが入るじゃないですか。入る。で、それもちょっとボキャっぽく入ってる部分もまああるんだけど、いやっていう。これ結果的に、超普遍的な話になってない、ああ、なるほどね。っていうのが、実はもう4話の時点で結構できちゃってて、は結構みんなにこれ届いちゃってるなっていう感じ。だから、すごいなんか叩きようがないんですよね、あんまり。なるほど、ね。批判したりつまんないとか叩いたりする余地がないような、隙のなさがあって。で、学生時代から始まるっていうのも、その、お笑いっていう、結構早くから志すものじゃないですか。はい。なんか大学とか入って大学卒業するときに就活で職業を決めるみたいな人が、割かし増えてきてる時代の中で、10代とかにお笑いやりてーみたいな感じになって、高校生の時からクラスで目立とうとしてるみたいなバックボーンとかがあると思うから、そこから描くのもよくわかる。わかる。だからそこは学生時代からこう地続きで、大人になっていくという意味で、こう、長く遅れていく青春ものでもまああるってことですね。なるほどね。だから青春ものっていうジャンルはめっちゃクリアしてますね、まずね。ああ、確かに。で、ドラマって、あと定番なのは、基本的にお仕事ものじゃないですか。青春かお仕事じゃないですか、基本的には。まあ乱暴だけど、本当そうなんですね、で、それは見る理由があるからだと思うんですよね。ああ。青春はみんな時期としては必ず通ってるし、で、そこに戻りたいなっていう憧れもあるし、はい、子供だったら、あ、高校生の時にこんな青春があるのかな。辛そうだけど楽しそうだな、みたいな。一瞬しか体験できないものへの憧れ。で、お仕事ものは、自分もお仕事してたり、はい、お父さんお母さんお仕事してたり、お仕事ってこうだな。でも、自分が体験できるお仕事って大抵は人生に1個か2個なので、他の人のお医者さんの裏側とかってこんな感じなんだっていう、まあドキドキじゃないですか。まあ確かに民放ドラマっていうのが、やっぱり全員に開けたもの、公共の電波であるということの、そう。まあ一つのまあ宿命でもあるというか。です。だからまあお仕事と青春。で、多分テレビドラマって8割5分ぐらいだと思うんですよ。いや、ほんとそうなっちゃいます。か、まあそのミステリーとかもあるけど、でも、両方なんですよね、結局。お仕事の話ももう始まってるんですよね。なるほど、そういうことか。ただ、この芸人というお仕事の宿命として、自称だから。
そうか。芸人ですって言い始めた時点では、給料は発生してないのに職業は始まっているっていう。ああ。状態ですよね。そうか、これお仕事者としての見方もあるのか。そう。だから青春者として始まり、途中からお仕事者が気づいたら始まってるんですけど、あ、青春者でありお仕事者であるという、並走状態になる、すごく稀有なドラマですね、これはね。ああ、なんか面白いな、それ。で、その境目は特にないんですよ。この先知りたくなってきたな、俺。まだ1話しか見てないんだけど。なるほど、それ聞くと、確かに。そうそうそう。で、多分、次週かな、うん、第5話ぐらいから、南海キャンディーズが結成するっぽいんですよ。ああ、そうなんだ。ってなると、お仕事になってくるんですよ。南海キャンディーズは、がっつり。1年目、2年目とかに M1 の決勝とかまで行って、ああ、そうですよね。そこでもう大ブレイクするので、で、やりたくない、その遊びとか、おふざけとか、表現というものとして、結構純粋だったところから、やんなきゃいけない、お仕事とかっていうのが発生したらもうそれは完全にお仕事じゃないですか。確かに。だから、山里さんの青春が多分先に終わるんですよね。はぁ、なるほどね。で、そうなってからも、ナイスミドルという名前からオードリーに改名して、ただ、ずっと悶々としてる間、オードリーさんはお仕事としては成立しない。はいはいはい。その、遅れている青春みたいなことがずっと続いていて、お仕事として周りからは評価されない。はぁ。っていう時期が続く。つまり、一人は青春をやってるけど、一人はもうお仕事をやってるという、すれ違いが多分中盤で発生するんですよ、ね。すごい展開予測が。あ、なるほどね。でもこれは、お二人の年表を見れば明らかなことで。もう必然なんだ。そう。で、後半、二人ともお仕事の、だけの日々になっていくんですよ、多分ね。うんうんうん、で、そんな中で、青春に戻るっていうことで、お二人が始めたのが足りない二人という。はいはいはい。ものだったので、青春に始まり、青春とお仕事の話になり、お仕事とお仕事の話になり、青春に戻るっていう構成がほぼ確定してると思うんですよ。なるほど。これは異常なことです。不思議。だからこの題材じゃないと多分できない。できないできない。はぁ。で、これはここまで用意周到に、プロットを考えてから企画が走り出したかは正直全然わかんないけれども、うん、作っていく間に、あ、これなんかいいとこ取りだねみたいな。はぁ。なんかそういう、こう、雰囲気とかはだんだん掴むような作り方だったんじゃないかなという予想はできるし、結構多くの人に支持される理由もそこなんじゃないかな。はぁ。って僕は思ってて。でもやっぱこの視点はやっぱ大島さんが芸人であり、あ、芸人が好きだからこその着眼点かもしれないですね。確かにね、自分も一部体験してることでもあるし、うん、そうそうそう、うん、なんかその芸人っていうのは名乗った瞬間から始まるっていうのは、うん、あ、確かに。でも当事者じゃないとなんか聞くと確かにってなるんですけど、あ、そうですね。で、だからこそなんだろうなって、うん、なるほどね。そうですね。そうだからみんなこう分かる部分に密着してみるというか、ああ、でもお仕事、自分のお仕事もこうだわって、お笑いとか芸能に関係ない仕事してる人でももちろん思える部分はあるし、はい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 、あ、やりたい仕事あったけど、こんなに辛い自主性が重んじられる仕事だったら表現の方に私行かなくてよかったなって思う人とかもいるし、なるほどね。なんかあり得た自分の人生とか、実際にあった自分の過去とかを、実際は、トレース、比べて、こう、重ね合わせることができない人っていうのが逆にほとんどいない、手広い作品になってるんじゃないかなっていうのが、見てて、すげえ思うんですよね。めちゃくちゃニッチな作品に見せかけて。見せかけて、実は一番広い、うん。今やってるドラマで多分一番広い。へえ、面白いな、その観点だって。っていう周到な作品ですよね、多分。だから、意外になんか名作として残っていくだろうなっていうのもあるし、ああ、そうですか。そうなった時に、そのカテゴリーも青春の棚にも置けるし、お仕事物の棚にも置けるし、お笑いの棚にも下手したら置けるし、っていうなんかマーケティング的にもすげえなとも思うしね。なんかそれで言うとさ、うん、じゃあさ、ここまではさ、実は広げた作品ですよっていう、はい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 、視点だけど、はいはいはい、大島さんはさ、そのさ、当事者としてのことはちょっと聞いてみたいかも。うん、相当当事者じゃん、うん。大島さんって、しかもさ、若林さんのさ、うん、家庭教師までしてた人なわけですから、ねはいはいはい、なんか、僕逆、例えばね、うん、僕お仕事者で言うとさ、脚本家の、もう、なんてタイトルすら思い出せないくらい、目につけないようにしてたんですけど、生田斗真くんの、はい、書けないってやつじゃないですか。あ、そうそうそう、書けない、そうそうそう。はい、これ、
辛すぎて見てられなかった。なるほど。ああ、なるほど。みたいな、それは俺が脚本家だからなんですけど。ああ、なるほど、なるほど。あ、分かります。なんか、そういう視点の、なんかあるかなと思って。わかる。自分の職業のドラマを見ちゃった時の反応って、だいたい二通りに分かれて、一個は、全然違う。そう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 。実際こんなことないよ。そうそうそう。っていうのは、お医者さんドラマ見てるお医者さんとか、弁護士ドラマ見てる弁護士とかによく聞きますけど。ありますね。ある。そう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 。逆に面白いから見ちゃうよね。そうそうそう。突っ込みながら見てるわ、みたいなのが一個で。で、もう一個は、いや、思い出しちゃって辛いわ、って高野さんが言ってたんですね。で、この芸人というものに関して言うと、意外にもうドラマでちょっと描かれすぎてるところがあって、火花がもう全部やってる。なるほどね。そう。火花にもう芸人とは何かが、もう全部ある。そう。でも、たけしさんとかの時代のやつの、まあ映画化とかドラマ化とかもあったけど、僕らがもう知ってる世代、ネットフリックスがオリジナルで日本で最初に作ったドラマがあれですからね。ああ、そういうことね。めっちゃ辛いから、火花。そうなんだ。そうなんだ。芸人当事者からすると。うん。だし、いや、普通に見てても、あ、芸人やりたくないなって思うようなドラマですよ、火花。そんなレベル？うん。へぇ。またよしさんですからね、だって。あ、そっか、まあ、そっか。又吉さんがうつうつとしてる様子を、林遣都さんが演じてる、めちゃくちゃ暗いドラマですからね、火花って。そういうことね。そう、だからもう、そういうこう、代表的なものが一個バンってあって、そこは打っちゃってるから、それに比べれば、ちょっと明るくは見えますよね。あ、そうなんだ。っていうのは結構あるかな。まあ、あとは、割と、養成所ものみたいな、その若手芸人を描くっていうのは、ちょこちょこ、実は1年に1本ぐらいなんかもう最近ある気がするんですけど。でもちょっと言われるとね、なんかね、芸人ってキャラクターにしやすいというか、芸人になりたい人とかって。それの、こう、上手い下手とか、なんか、リアリティとかみたいなことで言うと、やっぱ1段2段抜けてる感じしますね。はいはいはい。こういう放送作家の人いそうとか、あ、こういう相方の人の友達の芸人いそうとか、ことで言うと、いや、それはやっぱりでも実在の人をやっぱモデルにしてるから、タイガさんっていう。あ、そう。タイガさん出てきますからね。タイガさん出てくるんだ。出てきますからね。今、タイガさんって言って何人がついてこれてるか分かんない。リトルトゥースしかついてきてないかもしれないですけど。リトルトゥースしか。プレスリーのモノマネをする、R1 グランプリと、モノマネって言っていけないか、プレスリー的キャラクターで、ショートネタとかをやる、R1 グランプリとかで決勝行ったりしてますからね。ちゃんと、すごい人ですよ。なんで、オードリーさんの、まあ、心の師匠みたいな感じですね。ペコパさんとかの師匠とかでもあるみたいな方なんですけど、が、本人役として、本人で出てきてます。本人役と本人で、そう、第4話で。役名は、なんか、ドラコさんっていう、タイガーとドラゴンみたいな感じになってるんですけど、それはなんか、便宜上、多分、明確な本人は、若林さん、春日さん、山里さん、しずちゃん、だけにしようって感じにしてる。ああ、なるほどね。作品のリアリティラインとしてね。はいはいはい。で、タイガーさん初めて出てきたんですけど、で、その春日さんやってる、戸塚純喜さんも、めちゃくちゃいいですね。1話の段階でもよかった。なんか正直、見た目とか体格とかは似ても似つかないんだけど、そうね。でも、なんかもう、春日さんがいるみたい。いるっていう、なんか、いる時にこの人気になっちゃうなっていう存在感とか、なんか、やっぱ、すべて受け身っていう、こう、いじられるじゃないですか。水曜日のダウンタウンとか、オードリーのオールナイトニッポンとか、そうなんですけど、あ、本当に受け身の顔してるっていう、わかるわかる、それはわかる。高橋さんが喋るのを待ってるやつっていうのを、春日さん理解度と表現力とかがめっちゃすごいみたいな。いや、すごい。そういう、こう、特定の人物をこう、ベンチマークしてるから、あんまりこう、ブルーシート引くときに、こう、石をやっぱ置けば置くほど、こう、跳ねちゃわないじゃないですか。ああ、なるほどね、なるほど。若林さん、若林さん。山里さん、山里さん。はいはいはい、しずちゃんはしずちゃんで、富田さんっていう、はいはいはい、今引っ張りだこのね、やってますけど、あの人も一瞬ネタやるシーンがあったんですけど、そうなんだ。もう声の出し方がもう超しずちゃん。なんかキャンディーズ組む前ですけど、山里さんが惚れ込んでて、これからアタックするっていうところなんですけど、と、あと、これから出てくるのが、前健さん、前田健さん。ああ、そうなんだ。がオードリーさんの恩人なんですけど、を藤井隆さんがやります。あ、へえ、面白い。っていうところとかはやっぱすごいちゃんとしてますね。へえ。だからそこはなかなか架空の人をやって芸人っぽく見せるとかっていうよりも、あ、実際の人物を真似するんだっていう気合が、なるほどね。こう全キャラにすごくちゃんとあるっていうところかな。はあ、しかもなんか一応こう、フィクションとしては作ってるけど。
かなり、まあ実話ですよ、みたいな。そうですね。お二人が書いた、こう、自伝的エッセイをベースに、こう、年表として組んでいってるみたいな作り方なんで。でもなんかその、大島さんがそう言うってことは、相当キャラクター造形とかもほんと誠実に作ってるというか。そうですね。多分その本人を知ってる人、だって大島さんだって本人を知ってるわけじゃないですか、結構。人から見ても、なんかその、おいおいおいとはならないというか。まあね、ちゃんとプライベートまで知ってるのは若林さんだけだけど、うんうん、まあ、春日さんも会ったことあるし、うんうん、山里さんも会ったことはあるし、うんうん、なんかそれってすごいですね。やっぱり、フィクションっていうのを隠れ蓑にして、うんうん、なんか結構やりたい放題キャラクター化しちゃうとかもあり得るじゃないですか。ハリウッド映画ですらあるじゃん。あるあるある。実話物って言っといて、うん、全然違いますよみたいなのとか。そうね。それで批判されたりとかもあるけど。はいはいはい、そういうので誠実なのって、うん、やっぱりこう、パンフレットとか読んだりすると、うん、存命時代の、その、ことを知る人たちが集まって、うんうん、こう、交渉したみたいな。はいはいはい、ああ、そうそうそう。書いてあったりするじゃないですか。あるあるある。あと、エンドロールで本人写真出てきて、出てくる映画の中かどうか区別つかないパターンのやつ、ね。わかるわかる。そうそうそう。なんか、そういうのって今生きてらっしゃる奥様とか旦那さんとか、お子さんとかがちゃんと監修で入ってたりするじゃないですか。入ってる入ってる。そうそうそう。なんかそういうのと多分すごい近い作り方をしてるんだと思う。ああ、いや、そうなんだな。多分。なんか今聞いてるとなんか結構、うん、だからもうちょっとそっち寄りで見てみたくなったかも。うん、はい、はいはいはい。なんかこう、もうちょっとこう、リアルな人間ドラマなんだよっていう。うん、で、それを多分、その、若林さんと山里さんのことを知ってるから面白いっていうのもあるけど、うん、それは楽しさとしてはもうほんと 10% ぐらいのところで、うん、例えばこれを外国の人が見たとして、うん、なんか妙にリアリティあるな、このドラマは、うん、って思った時に、うん、オードリーも南海キャンディーズも知らなくても、なるほど。いいところまで作るためには、本人たちに寄せてリアルにする必要があった。はいはいはい、っていうことで、なんかそこの順番が意外と逆だったんだなっていう、そのお笑いドラマを作ろうとした時に架空の芸人キャラクターをリアルにするっていうのはやっぱめちゃくちゃ難しくて。はいはい、そうですよね。そう、本当にいる人を軸にして、本当にいる人を知らない人にも結果的には見ても大丈夫なようにするっていう順番で作ってる初めての芸人をモデルにしたドラマだと思う、多分。しかもそのまま真っ当にやることが意外と青春ものとお仕事ものっていう両方を内包するっていうのは、うん、結構、もう、盲点だったというか。そうですね。多分、素直にやったらそうなったってことなんでしょうね。うんうんうん、あんまり、なんていうのかな。無理くり俺ね、見てて、無理くりそっちにチューニングしてるな、ねじ曲げてるなとも全く思わなかったの。そういう、なんか、より青春っぽくしようとか、うん、よりお仕事っぽくしようみたいな。そうなんのでは多分ないんでしょ、そう、多分。やっぱりその軸は、うん、その高橋さんと森本さんに、どこまでリアリティを背負ってもらえるかが軸にあって、うん、その後にその状況を肉付けしてるみたいな感じがして、はいはいはい、だから、ジャンルが固定されて見えないんですよね、多分ね。なんか、だいぶ不思議な。いや、めっちゃ奇妙なチャレンジだと思う。し、とんでもないトンチキドラマになってる可能性は全然あったと思うんだけど、結果的にやり方が誠実すぎて、うん、思ったよりいいものになったみたいな感じなんじゃないかな、正直スタッフの人たちもって僕はちょっと思っていて。なるほど。で、あとはそのスターが、はいはいはい、それこそプレスリーとかが、こうガッて売れてくみたいなのの電気的映画ってあるんですか？はいはいはい、あります。それはこう、ジェットコースター的なというか、上り坂になっていく楽しさみたいなのが。うん、ある、スターにガッて、ある日突然ガッてなるみたいな。はいはいはい、でそれまでの下積みみたいな、振り落ちみたいなの。で、栄光を掴んだけれども、心がスカスカになっていくみたいな、やつありますけど。あるある。一定のジャンルが。ただ、そこまで華やかなショービズではない時代の人たちなので。なるほど。もう、スターになったはずなのに、もう上はいっぱい、MC クラスの大御所みたいな人たちがいて、うんうんうん、めちゃくちゃ実力はあるのに、上に岩盤があって、で、そこにこう、ぶち当たり続ける何年間もあり、はいはいはい、あ、それじゃダメなんだ。でも自分たちは自分たちで信頼のできるスタッフを集めて、チームを作って、コミュニティを作って、それこそラジオとかを大切にして、うん、とかっていう自分たちなりの、スターのなり方っていうのをサバイブしていく人たちの話だから、ある種すごい、言っちゃうとサラリーマン的なところもある。いや、ほんとそうですね。っていうことで言うと、その、さんま物語、志村けん物語ではできなかったのはやっぱそういうとこだと思いますよね。なるほどね。超華やかなところでも絶対悩んでるんですよ。ピークなところでも、この次どうしようって思ってたりとか、意外と楽しくないなって思ってたりとか、する時代の人たちを選んでるところも結果的に必然があるなとかね、思っちゃう。
なのに普遍的な話ってなんか不思議ですね。不思議、超不思議なんですけど、意外に俺歴史に残るだろうなってもうちょっと思っちゃってるな。本当ですか、うん、ちょっとでも僕も気になりました。はい、ちょっとゆるゆる見てみてください。はい、いつ見ても感想変わんないタイプの作品だとも思うしね。はい、ああ、でもそうかもしれないですね。うん、というわけで、はい、結構ね、なんか要望とかも多かったので、ちょっと扱ってみました。いやー、ありがとうございました。僕も聞けてよかったですね、はい、本当に。がぜん興味が。久々のね、テレビドラマの話でしたけれども、はい、無限前歌詞は YouTube と Podcast で配信しております、はい、YouTube には再生リストとかもね、ありますので、ぜひ使ってみてください。はい、以上、大島康幸でした。高野湊でした。ありがとうございました。ありがとうございました。